どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドをやっていきたいと思います。さあ、チャプター5と5ということでやっていきますか。うわぁ、ひってぇなぁ。オーケー。市場だ。こっちのはずだな。やつを探せ！くそ！行け行け行け！奴はこの辺りにいる。油断するな。頭抜けないね。ヘッドショット狙い。やばい。おい。オーケー。あとはクロエを探すだけだ。ちょっと待ってね。普通に歩きながら。あ、撃てるけどちょっと遅いのか。合流しないとね。お、スナイパーも、はあ、いいね。まあこっちへ行けないってわけだな。となると、そしたら、どこ抜けていくんだろう。これかな。いや、違うね。登れないね。どこかな。通れる場所。あれを使えば登れそうだ。これ、あーだね、だいたい黄色いやつが目印だもんね。で、あー横で、パイプね。いや、器用だねー。危ない危ない。さあ、スナイパーが出てくるってことは何かに使うんだろうけど、汚い。はい。ナイスパーキング。ナイスパーキングね。あれでも。だよね。やっぱそっちだよね。飛び越えて、何やら怪しい音がしてきましたね。ヘイリッカ。やべえな。
やばいね。制圧しろ。おお。ピッと上行って。あの中か。さあ、同じぐらいの弾数だからね。お面が。その通り。何か見えたぞ。おい。変えるんか。ものすっごく見てるね。そしたら、ったく仕方ねえな。あ、バーストか。三点バーストね。こりゃ当たれば強い。君はそうじゃないと無理だよね。RPG やね。いつも私が尻拭いよね。さすが。まあ拭う価値のあるケツだろ。あら、ポケットに入ってるのは古代チベットの黄金と。いや、お前に会えて興奮してるだけだ。うん。おい、これが全ての鍵なわけね。その通り。マルコ・ポールのパスポートだ、シャングリラへの。これでどうするの？ああ、それはこれから考えるんだ。とにかくラザレビッチもこれがなければ何もできない。彼を見くびらない方がいいわ。あいつとフリンはこの町をめちゃくちゃにした。ジーンだって片っ端から潰しているはず。この先どうするつもり？ネイト、ああ、そういうのやめてくれない？これを見ろ、このマーク。何？同じだ。
確かに似てるわね。だから何？マルコ・ポーロはこうやって次の手がかりを見つけた。探してる寺院にはこのマークがついてるはずだ。つまりそんな寺院を見つければいい。わかってる？寺院なんて何百もあるのよ、この町中に散らばって。だから見晴らしのいい高台を探せばいい。そうすればあっという間に見つかるだろ。近くにホテルがあるけど。クロエ、そんな時間はないよ。この町で一番背が高い建物なのだよな。もちろん行ってみよう。すごくいい考えだ。ついてきて。はい。はい。とりあえず変えとくか。なるほどね、そういう使い方もできるわけね。個人的にはバーストの方が好きだけど、今作はね。あれ、どこ行った？いたいた。特に全然ダメ。宝は落ちてないか。鍵がかかってる。待ってろ、別の道があるか探してくる。別の道ね。ではない。それね。あれを使えば登れそうだ。さあ、登って。さあ、ぐるっと回って上と。おい、ここからホテルが見えるぞ。ええ、あと少しで着くわ。なんで降りたかな。なんで降りたかな。はい。で飛び越えて、そういう感じね。ほい。OK。鍵が閉まってる感じだね。多分。外れない。しゃあないか。見えませんな。ほい。そんな出てくるやつおらん。やっぱバーッと強かったんだね。よし、オッケー。まだか。下がってろ。援護するわ。
これで OK か。ああ、爆弾みたいな使い方もできるんだね。まったく。こんなもんか。グレネード。あのはしごに届きそう。さ、ファルがあったね。どこで、よし、出た。やっとホールドが出た。おい、そのケツの上に座ってるとはもったいない。どうぞ、私はあなたに何もしないなんて言わないで。さあ、眺めのいい場所は、あら、いけない？うん？うん？挙動が、ああ、銃で撃つ感じか。なるほどね。あ、違う。いやー、危ない危ない。まあ、グレネード回収できたね。あ、で、次は投げろと。お？来い、こっちだ。あ、近づけばよかっただけ。行け、早く。爪が汚れないことを祈るだけ。なんてジェントルマン。死んでないからちゃんとお願いしなさいよ。さあ、進んでいきましょう。チャプター6。抵抗勢力が有利だったとは言えないな。あらら、やられちゃってますな。絶対にやばい。そう。別のルートでホテルに忍び込んだ方がいいだろう。こいつらに捕まったら大変だ。まさかそのグレネードで何とかする気？そう。こっちから回ってびっくりさせてやる。あそこにも敵さんいますけど。だからあなたがいるんじゃない。こっちのは頼んだわ。でも静かにやってね。静かにね、静かにやってねって。本気かお前。他に手がない。何なんだよそれ。んじゃあステルスだね。やばいね。
撃。外したRPG 打つのは間違いなさそうだけど、はい、はい、ちょっとこっち来てもらって、取って。ちょうど必要な武器だ。ありがたいね。
か走りながら撃つか。入れないしね、裏だね。あー、もう援軍よ。あー、くそ、戻れ。出ます、出ます。どんだけ兵士を奪ってる。あっ、大町っすか。いや、弾数が一応ちゃんとあるから。あれすげえな。あれすげえな。あ、よしよしよし。ああ、今のが最後だと思う。本当？あとは上に登る道を見つけるだけ。そう。上の道ね。ではない。なんだ。こっちよ、こっちに来て。非常口があるわ。あ、そっち、うん、はいはい。真正面だったんだね。うん、いっか、これでいこう。これが一番よ、私を押し上げて。了解。はい、ね、ありがとう。 OK か。よし、うんうんうん、意外とない。上がりましょう。ええ、今のところ敵の姿はないわ。他の入り口は？ここからは無理。ってなると、実にアイデア豊富ね。で、乗って、それで届くかな。よし、よし、入ったぞ。いやらしいな、ここで弾があるかですよね。あ、やべ。これはやばいやろ。 AK でいいかな。これで降りますか。ああ、嫌な感じね。発電機がやられた。手を貸して。もう少し。ネイト、逃げて。ダメだ、電力を回復させるしかない。大丈夫か。ええ、本でも持ってくればよかった。どうやらブレーカーは屋上にあるらしい。待っててくれ、上へ行ってくる。ああ、最高だ。停電で彼女は出られない。その角を曲がってゾンビがいたらもう耐えられない。ブレーカーね。どうかな、わざわざショットガンがあるのが気にはなるが、うん、ちょうど必要な武器だ。こっちかな。よし、あ、綺麗に落ちていったね。どっちみち無理だね。さ、さらに、ほい、
やでもあの電車のところあれどこなんだろうね、行き着いたのね。ほぼほぼ最後っぽい感じだよね。ないの？嘘でしょ、今のバレてないの？こっちだ！おい！飛んで火にいる、なんと言ったんだ。弾はこんなもんか。下はなし。特にね、いいか、持っていかなくて。投げてしまえば一瞬で片付けられたって感じか。嘘でしょ。屋上だったらさっきのところだと、ああ上から見れて倒せたってわけか。はいはい。ためだけか。よー優秀だね、爆弾はね。ミスった感あるね。はい、これはどういう仕組みだ。終わらせてやる。おい、ネイト、私がいること忘れてるんじゃない？ちゃんと覚えてますよ。これか。どうやって。これか。見つけた。はいはい。これ降りて。見つけたけど。あ、これか、これか。さあ、これで OK。で、ここ協力して開けるっていう。ありがたいわ。もうすぐ着く、来い。よし、上がれ。あら、あなたちょっとこれが気に入りすぎてるんじゃない？そう、これで目指す場所がわかるはずだね。おお、危なっ。やプールか。おい、これ見ろ。本当に？乗れよ。水泳。いや。なあ。水泳2。どういうこと？
そう。間違いないやつか。よろしくなさすぎる。言われたね。いや、あったら入りたいもんだと思うんだけどな。そっちかな。オーケー、こっちだ。違うね。おお、またも登るのね。ああ、大抵こういう羽目になる。ああ、これ立ってたんだ。はいはいはい、そこね。全然見てなかったわ。ねえ、これで目的の場所かな。はい、着いたけど。あとは寺院を見つけるだけだ。口で言うのは簡単だけどね。確かにおっしゃる通り。いっそのこと、あ、あった、あそこだ。あの寺院？間違いない。爆破されまくった場所にポツンと残ってるあれ。超ラッキー。あそこはラザレビッチが陣取ってる場所よ。あんなところに飛び込めないでしょ。他に手がなきゃ仕方ないだろ。ドレイクが第18セクターにいる。ああ、くそ、第18セクターってやっぱここ。くまなく探せ、見つけて始末しろ。まったくめんどくさいやつ。行こう、逃げよう。あら、ネイト、行きましょう。はいはい、行こう行こう。空降りた今。で、よし。どう逃げよっかな。あら、どこ逃げた。さすがに、あ、そういうこと。降りなくてよかったね。あー、めんどくさいな。そういうことね、ロープウェイね。ほい。ちょっと、どうやって向こうへ行けばいいのよ。これだね。まさか、気をつけてよ。おいおい、来たぞ。よし、捕まえたわ。手を貸して。お前は行け。おい、止まるな。ではない。そしたら行けるか。おい、ここだ。おお、全く体に耐えるか。大丈夫？
ああ、絶好調だ。いやー、物は当たるわ。飛べんわ。大変やわ。まずい状況ね。下敷きだ。何回下敷きになったかね。さあ進んでいきましょう。なんでこのタイミングでリボルバーが。こっちで来い。まあ強いから助かるんだけどね。オフシーズンだから泊まれるみたいね。はあ、来い。特になし。おお。え、飛ぶ感じでいいのかな？で、オッケーだったね。あそこだ。あそこに行け。よし。これか。確か、いいね。そうよ、抵抗勢力が屋根を渡るために作ったのよね。ああ、ラッキーだ。これで終わりだ。ああ、素晴らしい。打ちまくり。うん。最高。ファルカ。ネイト、気をつけて。諦めねえ。伏せろ。見たか俺の腕を。また兵士があそこ
か分かんないね。意外にね。当たんないね。思ったよりも。墜落はしたけど、橋を下ろしましょう。ハッシーは、ああそういうことね。なんかさっきから武器が切り替わったりするからうまいことダメなんだ。ああこっちだね。でまださらに出てくるって感じか。ここは無理だね。出てこない。んじゃ大体 OK かな。この状態で、あ次こっち、はい、補充はなし。おいあのワイヤーあれで降りるんだぞ。行け行け。分かった分かった。なあ、大丈夫？ああ今のは痛い。他に降りる道を探すわ。よし。登るしかなさそうだね。さあヘリがまた出てくるんだろうな。いや下か。これで OK。 まさか、こいつ知り合い？一応、彼がドレーク。ああ、ごめん。それで、どんな魂胆でここに来てるわけ？ジーンの賽銭泥棒？それか博物館襲撃？俺も会えて嬉しい。じゃあお前は、世界を救うためにここに来たってか？私たちは逃げた戦争犯罪人の取材よ。
ゾラン・ラタレビッチ、知ってる？NATO の仕事だろ。彼は爆撃で死んだ。一般的にはそう思われているけど。お前は生きてるってスクープするわけだ。ネイト、ラザレビッチは残忍なの。拷問に虐待、彼らは集団で処刑もする。ここに来てまた何か企んでる。でもなぜここなの？どうして町を破壊するの？全然意味がわからない。いや、嘘。何？お願い、俺は関係ないって言って。何を言ってる。ここにいたの。やつらやっと参ったわ。ああ、大丈夫だ。クロエ、彼らはジャーナリスト。ああ。先を急ぎましょう。ラザレビッチより一足早く見つけたければ。やっぱりネイト。おい、待て待て。勝手に早がたりするなよ、エレナ。あらあら、失礼しました。前からのお知り合いなのね。うん、エレナ・フィッシャーよ。前からの知り合い。面白い。ああおい、何なんで笑ってるんだ。まさかあんな真面目でいい子そうな子が好みだったとはね。あいつは見た目よりずっとタフな女だよ。あーってなんだ。あの子に振られちゃったの。あ、違うよ。当たりでしょ。俺の方が振ったかもしれないだろ。あらあら、そうね、色男さん。あ、もう行きましょう。あ、ちょっと待て。あいつらも連れて行く。それ本気？あ、本気だ。こんな危険なところに置き去りにできない。足手まといになるだけよ。もしラザルビッチに私たちが一緒だってバレてしまう。あいつら置いてはいけない。いつもいつもヒーローぶらなくたっていいのよ。ネイト、誰がパートナーなのか忘れないで。分かってるよ。でもやっぱり連れてく。助けならいらないわよ。よかった。本当に助けはいらない。逃げて。さあ、まさかここでクロエと会う、ね、展開になるとは。さあ、再会ということで、だいぶね、やってきたんでキリがいいんで、ここで一回止めましょうか。いや、なかなかアクションが大変だったね。まあ、前回よりやっぱアクション要素が強くなってるんだね。ということで、また次回はこの続きからやっていきたいと思います。ここはね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。